はい、皆さんこんにちは、マンダレルフィッシュです。では今回は銀河 UDSS4EX、ケンプじゃないですね、ケンプは前回抹殺したんだ、ヤンとラップにフォーカスしたプレイの続きをやっていきたいと思います。でいよいよね、帝国領その首都政権、バルハラ、その首都オーディンを目指して進撃を進めているという最終フェーズに入っているので、その続きをプレイしていきたいと思います。でまず今回はですね、リヒテンラーデ、を取りに行きます。軍事作戦を発動していきましょう。この軍事作戦を発動するのもね、本当に、まあ今ヤンとラップにフォーカスしてますと言いましたけども、ヤンとラップ、まあ、特にねラップは主人公としては選べないので、まあ、仮にということでシトレを選んだんですけど、シトレはね統合作戦本部長なので、もう軍事作戦が意のままに、操れるというか発動できるというのがね本当に大きいですね。これがね、自分が統合作戦本部長じゃないという場合には、まあ、統合作戦本部長に却下されたりとかっていうのを繰り返しながら、右往左往しながらね、その、ストーリーを進めていくと、まあ、それはそれで面白みはもちろんあるんですけども、まあ、ストレスがある意味ではかかると、まあ、だから本当のね、そういう意味で言うと実体験に近い、プレイフィールが味わえるというのはもちろんあると思うんですが、まあ、今回は今言ったようにねシトレで進めているので、そういった点が、まあ、少ないというか全くないというか、もちろんいきなり却下してきたりする人はいないものの、ロボスが、出撃する艦隊をね、まあ、選べる艦隊の宇宙艦隊の司令長官という立場ではあるので、まあ、そこでひっくり返されたりとかっていうのはあるんですけど、軍事作戦の発動自体は、まあ、意のままに操れるというのはね大きいと思っています。さあリヒテンラーデですね。ここに敵の艦隊がどれくらい出てくるか、あるいは出てこないのか。ちょっと時間がかかってるのはなんでなんだろう。リヒテンラーデの、ちょっと内容を確認しておきますか。敵艦隊はいないよね。で防御力が3500か。そうだね、エルヒンゲンというこのリヒテンラーデ星系にある惑星の防御力が思いのほか高いとね、こういうことなんですよ。リヒテンラーデに15艦隊送っていた、まあ実質14艦隊送っていたんですが、これ2艦隊に減らしてくるんですね、あのロボスが。余計なことしなと言いたいところですね。グエン・バン・ビューが昇進だな。バグダッシュも順調に昇進。まあ、このあたりはね、原作ご存知の方はもう本当に、よくよく知っている名前のね、キャラクターが出てきたというところだと思います。で、ロボスにひっくり返されたので、再びこっちがひっくり返しに行くと。こういうのはあるんですけど、却下されて、何度も何度もやり直しみたいなものはないと。いうのはね、やっぱり統合作戦本部長たるゆえんかなと思います。まあ、ロボスもね、もう余計なことしないで、艦隊の出撃に関してもこちらに一任してほしいと。ラップはまだ戻ってないね。ラップが逆に今シャンタウにいるんだ。ラップはもう一度、どうだろう、ハイネセンに戻ってもらっていいかな。では艦隊の中流シャンタウにラップが多分入っちゃってんだよね。なのでラップを解除します。これでラップがハイネ戦に戻れるということになろうかと思います。いやちょっと待ってよ、またひっくり返してくんの。だからここには全軍で出撃してほしいと言ってるじゃないかっていうね、ことなんですよね。なんか知らないけどロボスがね気に入らないんでしょうね、このシトレの出してる作戦が。現場の指揮官は俺だと。まあ一方シトレはね、現場の指揮官というよりかはもう本当に軍の最高責任者という位置づけで、ロボスが現場の最高責任者みたいな形なんで、まあ、ロボスとシトレ、まあ、それぞれの肩書きが、ロボスが宇宙艦隊の司令長官、今ちょうど出てますよね。シトレが統合作戦本部長ということで、まあ、統合作戦本部長のが席次は上だと思うんですけど、現場のね意地で低
くり返してくるからね。ここに大規模な敵艦隊がいるな。ちょっと中身が確認できていないですが、そしてリヒテンラーデを取った。ついに。では念願かなう、その最後の瞬間を見届けましょう。バルハラに艦隊を出します。もうここはね、バカの一つ覚えのように、持てる艦隊戦力を集中運用するという形になっています。トラーバッハは作戦を中止していきましょう。やっぱりね、戦力は集中的に運用する方が圧倒的に戦いで勝利しやすいというのがあるので、ここはもう惜しげもなくと投入していきましょう。まあ、当然ね、再三出ているようにこんだけの艦隊を常に動かしているとなると資金不足にはなるので、まあ微妙といえば微妙な一面ももちろんあるんですけども、ゲーム上ではねありなのかなというふうには思います。最後の瞬間にラップがね立ち会えないというのはもちろんあるんですけど、これでも統合作戦本部長のシュトレも艦隊のね、司令官、一司令官という部分も、まあ、兼任していて、今回首都政権オーディン、帝国の首都政権オーディンバルハラを攻略するという作戦を発動してるんですけど、この時の作戦の総司令官、これはシュトレになるんですよね。だからやっぱりロボスではなくて、ロボスとシュトレ両方出るんですが、シュトレになるということからも、やっぱり先ほどお話したようにね、赤字では統合作戦本部長のシュトレの方が、まあ、上だったということになろうかと思います。シュトレはどこまで来ているんだ、確認します。シュトレは今、ボーデンまで来てるんだな。まだちょっと時間かかりそうですね。その前にバルハラが落ちてしまったら、最後の瞬間はちょっと見ることができないということになってしまうんですけど、連年カンプメルカッツは健在だね。オーディンで、防衛に当たっているという状況ですね。一方メルカッツの方は、艦隊今再編中だな。バルハラをだからさ、ムライもさ、余計なこと言わないでほしいよね。もしかしたらバルハラこのまま行くと落ちちゃうよっていうので、あのムライもね、まあ忖度したのかもしれないですけどね、シトレが来るまでちょっと落としちゃまずいから一旦引こうみたいな感じで、まあ、ただここは手を緩めずに行きます。あー、バルハラ落ちた。宇宙歴798年7月25日、帝都バルハラス政権は G 惑星同盟の遠征軍によって攻略されたと。戦線の闇は終わり、民主主義の夜明けが始まるのだ。共和国万歳と、いうことで終わりましたね。はい、
というわけで自由惑星同盟軍、ラップとね、ヤンにフォーカスしながらマシトレでプレーをしてきました。いかがでしたでしょうか。ラップはやっぱりそのヤンに比べると能力的には一回り二回り、劣るというのが事実上のこのね、自由惑星同盟軍の中での能力の位置づけになっていたのかなと思います。で、一方シトレはね、ヤンに次ぐ能力をやっぱり持っている、能力値設定になっている一人なのかなと思います。でもヤンのね、能力頭一つ抜けているんですけど、ヤンに次いでというとやっぱりビューコークなのか、あるいはシトレなのかというところになってくるかなと。やっぱりね、ビューコックも強いんですけど、ヤンと比べると能力的にはね、少しだけ下がると。で、一方シトレはヤンが持ち合わせていない運営とかの能力もそれなりに高いので、個人だけを見た場合にはシトレ、ヤンはね、本当に双璧と言っていいと思います。で、艦隊のね、本当に最も重要なパラメーターである統率に関して言うと、やっぱりヤンがね、抜けているので、足りていない運営だったり機動力だったりっていったところはね、爆量に補完させることができるので、最強の艦隊を作り込むっていう意味ではやっぱりヤンの方がね、強い艦隊が作れるかなというふうには思います。はい、ではこの後はね、クレジットになりますので、今回はじゃあここまでにさせていただいてですね、次回また別のゲームを始めていきたいと思います。銀河英雄伝説4EX、本当に、最後までご覧いただけた方、本当にありがとうございました。で、銀河英雄伝説は僕本当に好きな、作品なので、またね、銀河英雄伝説 4EX なんですが、あるいは、別のね、銀河英雄伝説になるのか、いずれにしてもまた違うゲームで銀河英雄伝説もやっていきたいと思ってますので、その時にまた覗きに来ていただければ嬉しいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。